口試参考人、はい。はい、ご指名ありがとうございます、えー。早稲田大学の菊地でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、私からはあ地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備に関わる社会福祉法改正を、えー、中心に意見陳述をさせていただきます。お手元のあのレジュメに沿ってお話しさせていただきます。 私は2点について意見を申し述べたいと思います。1つは、今回改正に至るまでの経緯と今回改正の意義、もう1つが相談支援、地域づくりが重視される地域共生社会の政策的方向性がなぜ正当化されるかについての理論的な基礎づけ、根拠づけの話でございます。まず1つ目でございますが、資料の2の、まあ、括弧一1括弧っこはまあこのような形で進んできたということで、えー、飛ばさせていただきますが、 3の法案のポイントにつきまして私が重要と思われるポイントを3点ないし4点絞ってお話しさせていただきます1つ目があ、地域福祉の推進に係る理念規定の新設でございますご覧のとおり4条1項に新たに条文が新設されております従来社会基礎構造改革以来 公目的として1条に地域福祉の推進が謳われておりましたが、その漢字の地域福祉そのものの理念、目的が明らかではございませんでした。今回改正において、この4条1項によって、この地域福祉の推進に係る理念が明文化されることは非常に大きな意味があると考えてございます。2つ目に、国および地方公共団体の責務の明確化でございます。まず1つが この6条2項で、えーまあ、従来からこの、包括的なその、えー、支援体制、えー、整備に係る努力義務が規定されておりましたが、具体的に保健、医療、労働、教育、住まい、及び地域再生に関する施策その,との関連施策との連携に配慮するよう努めなければならないという。 具体的にです、ね、その文言を挿入しまして、責務の明確を図ったという点でございます。地域共生社会の推進にあたっての縦割りの打破、さまざまな施策間の連携の重要性を明文化したことには大変意義があると考えてございます。関連して、新たに6条3項で、国および都道府県の市町村に対する助言、情報提供義務が規定されて、 としてございます今回導入される新たな事業は、任意事業、えー、手上げ方式でございまして、市町村格差を広げるという懸念がございます、この点は私が入っておりました検討会でも多くの委員から指摘されたことでございまして、それを防ぐためのセーフガードとして、非常に重要な規定でございます。 実際の国の主導的な取り組みをぜひ期待したいと考えてございます。えー、最後に、重層的支援体制整備事業でございます。この新たに今回整備される事業、これは106条の4になりますが、これは106条の3が規定するように、包括的支援体制の整備に関する施策の一つであると。えーあの 他にもあり得るこの施策の一つであるという位置づけであることに留意する必要があります。で施策のさらなる展開は、これで全てではなく、今後の支援現場や自治体行政における先進的な取り組みや、これを参考にした国レベルでの施策展開、さらなる政策展開に委ねられているという位置づけでございます。そそれぜひ、えー、地域やのの民間のです、ねえー、取り組みをを引き続き続検討する場を あの設けていただきたいなと希望するところでございます二つ目になぜ地域共生社会あるいは相談支援が重要なのかという点でございます私のレジュメの三のところになります社会保障というのは歴史的に見ますと要保障自由、まあ、老齢障害妖怪ご状態といった要保障自由の発生に際してなされる給付と捉えられてきました いわわば実体的ニーズののの対応たための給付と捉えられてきたわけですこれはもう、ご承知の1942年、イギリス・ビブレッジ報告以来の世界的な理解でございます。しかし、こうした理解の不十分さが明らかになってきたということでございます。一つは、給付に至るまでのプロセスが保障されていないという問題でございます。 政策的にはこのプロセスをどのように確保するかということが課題になってまいります。まあ、そのために最近ではさまざまな分野で支援計画、介護でいえばケアプランの作成を通じて、えー、そのプロセスを保障するということが行われてきてございます。えー、もう一つは給付のみでは経済的貧困にとどまらない社会的孤立の問題に対応しきれないということでございます。最低限の移植住が確保される まあそれでよしというわけではないという認識が広がってきたということです効率による排除を克服し社会とのつながりを確保するための支援をどのように保障するかとその手続きそれ自体の保障といいますかこれが重要だという認識が高まってきているわけでございますよりひい型支援伴走型支援という言い方もしますがただ難しいのはこの この意味での手続き的な給付は、定量化や権利保障の内実を明らかにするのに困難を伴う。何を、どこまでその保障すれば権利が充足されたと言えるのか、というのが、なかなか難しいという点がございます。これは、我々研究者に課せられた課題でもあるわけですが、少なくとも一元的には、憲法二十五条二項を。 を基礎とする国や自治体の体制整備義務の問題として捉えることが可能であろうと考えてございます。続きまして、その社会保障というのはもう少し掘り下げて考えますとですね、個人が人格的に自立した存在として主体的に自らの生き方を追求していくことを可能にするための条件整備のための 仕組みなんだと私は考えております。その規範的根拠としては、憲法13条、いわゆる幸福追求権がございます。これはあの決して25条生存権を規定否定する趣旨ではございません。以前として重要ですが、この条件整備のための個人の自立の支援というのは、物質的、あるいは実体的な給付に限定されるべきものではないということです。 個人が主体的に性を構築していくために必要な相談支援も含むということです。その人にしか紡ぐことのできない物語の創造の支援であるということです。この個人の自立支援に軸足を置くと、置くとですね、その個人の主体性を基軸に据えることになります。個人は保護されるべき客体ではありません。主体です。 認知症であっても、知的発達障害があってもです、ね、あくまで個人は主体であります、権利義務の主体であります。支援する、そこから支援する側とされる側が、特定化、固定化されるような仕組みは回避する必要性があるということになります。つまり、対等な個人を想定する必要があるということでございます。 そこで、そうなると、双方的な関係性の下での支援する側、される側を固定しない、支え合う関係性が想定されるということでございます。その基盤が地域ということになります。で、この自立支援には、えー、自らの物語を紡ぐための条件整備としての本人支援と、自らの物語を紡ぐための社会的な諸条件、環境の整備としての支援という2つの面があると考えております。 でこの中で、他者や社会の不可欠性ということです。自らの物語を紡ぐにあたって、やはりそこは、一人、人間は孤立しているのではなく、基本的には他者、社会の存在、人と人とのつながりが欠かせないということでございます。でこの社会の存在形態として、地域というものがあると、この私は地域は地理的な意味合いではなく、人と人のつながりの束、これを地域と。 考えてございます他者との関係において事故の存在を確認し肯定することあるいは肯定できることで主体的な性が引き出されるとさらに主体性を引き出された人が対等な関係性を基盤にして時として支える側にも立ち寄る可能性を想定した仕組みの必要性というものが導き出されるということでございますこうした理論的な基礎づけの上に地域共生社会の政策的な方向性は正当化されうる。 と私は考えております今回改正もそうした社会保障の大きな歴史的展開のその延長線上にあるある意味では必然的な流れの一端にあるということで私は捉えてございますえ以上ご清聴ありがとうございましたありがとうございました次に有機参考人にお願いいたします有機参考人